はい、どうもです。今日はクラッシュロワイヤルの動画を出てます。今日はこちらヨッチャの感じですね。展開到達したんですけど、確か80何パーでしたね。はい、もうすごい今はもうすごい簡単で、例えばこれが序盤で展開いくってなったらすごい難しいんですけど、もう今残り、はい、13日ですね。もうこうなったらもう本当にシンプルに誰でもいけます。はい、使っただけ、はい、こちらですね。まあ、このボール入ってる方が基本的にロケットであったり、ライトニングであったり、ああいった強い呪文が来ても、ある程度ご利用しできるんですけど、ただこのデッキのデメリットとしてはやっぱりこう火力がそこまでないので、安定デッキには近いんですけど、安定デッキのデメリットといえば、相手が多少、多少相性取れてたとしても相手がめちゃくちゃ上手かったら通んないよといった感じですね。なのでもう基本的にもう1回の攻めでタワーが落ちるってことはほぼほぼないのかなといった感じですね。はい、なんですけど、安定デッキ使ってるおかげでもう神々への挑戦さんからはもう1回も負けずに展開入れたといった感じです。そうですね。じゃあちょっと珍しい4試合ちょっとやっていきたいと思うんですけど、ちょっと珍しいデッキで、ミラーの入ったホグデッキですね。今回相手は、ファイヤーボールが呪文なので、こっちがフルで形組んだとしても、ファイボミラー、打たれてしまうと、もう全部、やられてしまうので、そうならないためにも、結構、ボーラーが、鍵かなといった感じですね。もう、ボーラーはもう基本的に、もうロケットの呪文も耐えてくれるので、次紹介するんですけど、枯渇相手にも、うまいことやれば、戦えるよといった感じです。はい、もうこれでびっくりしちゃったんですけど、今回、はい、うまいこと処理できましたね。一発入っちゃったんですけど、全然 OK です。相手はこれファイヤーボールある以上、正直もリトプリはあんまり出したくないので、ヒーラーからの展開ですね。はい、こっから2倍タイムになるのでしっかり後ろから形組んでいって、でもうファイヤーボールもうあるの分かってるので、もうちゃんとボーラーからですね。でファイヤーボールファイボーミラー、打たれてもある程度やっぱり生き残るユニットを優先的に出した方がいいのかなといった感じですね。これちょっとライドラ出しちゃったんですけど、これはい、良くないですね。これはちょっとはい、このようにファイブミラー打たれてしまうので、さっきも言ったんですけど、そういったユニット呪文打たれても死なないユニットを優先的に出した方がいいのかなといった感じですね。ただもうこういったデッキはもう正直当たらないので、もう全然もう飛ばしてもらっても全然いいのかなといった感じです。なんですけど、例えばの話、相手がロケットであったり、ライトニングとかになると、もうそのライドラ出しても意味ないので、
はい、これもそうですね。ちょっとライドラー出すのはあんまりよろしくないんですけど、まあこれ勝ってたんですけど、相手もそこまで、はい、ちょっとまあデッキ上まあ仕方ない部分でもあるんですけど、まあただまあホグホグミラー、ちょっとまあ我慢できずに出しちゃったっていうのはちょっともったいないのかなといった感じですね。はい、次は、インフェコカツなんですけど、まあこれはまあ相手ロケットあるのはもう分かってるので、まあ、そういった場合は基本的にもうライドラはもうあんま出さない方がいいっていうのは分かってるんですけど、たださっきの相手はちょっとそうですね、自分もまあ全然まあ意識認識できてなかったので、ちょっとライドラまあ我慢できずに出してしまった感じですね。相手がまあロケットとかまあライトニングだったらもう嫌でもそのライドラまあ出さずに我慢できるんですけど、さっきの試合はもうちょっとよく考えたら、はい、ひどかったです。まあ勝てれば何でも OK なんですけど、まあただ相手がまあ上手かったらまあ普通に多分おそらくボコボコにされてましたね。まあ、前にも言ったんですけど、基本的にまあ4桁、まあ、もしくはそれ以下の試合っていうのはもうミスしてミスしてミスしまくって、なんならミスしてることすらも気づかないっていうまあ試合がまあほとんどなので、まあ、さっきのは、はい、助かりましたね。はい、こっからですね、こっから2倍タイムになるので、まあ、しっかり、もうその、まあ、さっきも言ったように、こう、ロケットで死なないユニットを、まあ、優先的に出してあげることが大事になります。これはい、ラッキーですね。はい、もうこれで相手はまあロケットを打ったので、まあ安心してまあライドラ出せるといった感じなんですけど、まあ基本的にそうですね、もうこうしておけばまあどっちかは生きるといった感じですね。そのまあリトプリが生きるのか、まあ、もしくはまあライドラが生きるのか。はい、これで GG になります。はい、次もクエイクロイホグなんですけど、まあ、これは正直、はい、相性いいですね。まあ、ただこのデッキのデメリットとしてはこう、まあ、柳雨とトルネなので、まあ、進化に対してはちょっと弱いです、まあ、なんですけど、もうそういった、まあ、進化に対しては基本的にもうボーラーの貫通であったり、まあ、あとはそうですね、まあ、ライドラーの貫でもそうなんですけど、もう基本的にはもし無理だったらもうしっかり柳雨とトルネもう両方使ってあげた方がいいですね。まあ、ただまあ6コストも使ってしまうので、まあ、できればまあそういったまあコスト2つの呪文使わずに1個の呪文で処理できるように、はい、できればまあもうよりこのデッキは使いやすいのかなといった感じですね。
これはい、まさかホグが外側行っちゃってトルネこれ吸えなかったんですよね。これまあ今回これ勝つことができたんですけど、まあ同じマルチのレート帯だったらまあおそらくもうこれで終わってましたね試合。まあやっぱりもうこの残りそうですね、まあ13日ぐらいですかねの、まあその青缶レベルになると正直やっぱりやってて全然強くないです。もう全然なんていうでしょう、こうまあこうなってもあどうせまた勝てるよねといった感じでまあプレイしてたので、まあいつもの例えばの話、まあ展開のまあ同じレート帯だったらもうミスするだけでもうわーちょっともう終わったかなっていう風になるんですけど、正直もうこのレベルは全然もうそんなことならないですね。そうですね、こっちはもうボーラーある以上は正直相手これホグまあ、なかなか出せないと思うので、はい、もう結構この同サイドで勝負してる時点でもうもうこちらの方がもう完全にまあ分はありますね。まあ上手いホグ使いだったらまあ間違いなくこんな同サイドで勝負ははいしてこないと思うので、まあこんな感じですね。はい、最後なんですけど、まあ迫撃ムート、まあ、ただちょっとまあ珍しいデッキですね。まあ文句入ってたりメガナイト入ってたり、まあメガナイトは基本的にもうイリゴレとしてはもうすごい相性はいいので、もうしかも相手ファイボーなのでもうライドラも生きるし、もう2倍タイムになってもうただただ形組むだけで、まあ、ほぼほぼ通るのかなといった感じですね。これちょっとそうですね、まあ、低めに出してあげた方が良かったのか、まあ、もしくはこれトルネ使ってインドラ1回引き剥がした方が良かったです。これちょっとヒーラーも、まあ、かなり体力削られて、でしかもこれ迫撃一発ちょっと入っちゃったので、これちょっと工夫次第では、まあ、ノーダメで抑えられたのかなといった感じですね。であと、次なんです、次がちょっとあれなんですけど、ムートの攻撃もちょっとこれタワーに入っちゃったので、まあ、それも、はい、もったいないですね。あ、これですね、はい、確か。これで、ここ、はい、ミスりましたね、だいぶ。まあこれもまあうまいことトルネ使えてたらそのまあムートがターゲットいくことはまあほぼほぼ なかったと思うんですけど、まあこれもはいやらかしです。まあただはい2倍タイムまでなってしまえばもうこっちとしてはただただ後ろから形組むだけで全然もういけるのかなといった感じですね。はい、もうあとは出してるだけで、まあ、通ります。
はい、まあこんな感じですね。まあこれで展開到達したんですけど、ただもう見てもらったら分かる通り、全然難しくないです。はい、まあこんな感じです。はい、今日の動画は以上ですね。はい、またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。